枕崎ご紹介いたしましょう。枕崎部員学座の皆さんです。カツオと太陽と人情の街、枕崎のよさこいチームです。今日はジュニアチームとの初カツオと一緒に大川を盛り上げてまいります。いつかは大川家具を変える日を夢見てということでコメントをいただいております。さあ、それでは息のいい踊り、ゆうさんに届けていただきましょう。枕崎部員活動の皆さんです。皆さん、こんにちは。こんにちは。鹿児島の一番端っこ、枕崎からやってまいりました枕崎部員活動でございます。今日はちっちゃいカツオから大きいカツオまで色とりどり揃えておりますので、どうぞご賞味ください。精一杯踊らせていただきます。Thank you.
ありがとうございました。ありがとうね。バイバイ。息のいいカツオがね上がりました。え、やはりね、よさこいの本場は高知で、高知といえばカツオなんですけども、我々九州人はカツオといえば枕崎ということでね、皆さんもね、ぜひとも枕崎の方にカツオを食べに行っていただきたいと思います。